今日は珍しく褒めます。小泉進次郎議員、福島原発処理水の風評被害対策のためにまさかのサーフィン。でもこれ、風評被害を何としても払拭するためにはなかなか良い PR になっているのではないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音久俊です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。9月の4日の今日は月曜日ですかに収録しております。今日の昼にですね、チェコのプラハから帰ってまいりました。行きはですね、こうロンドン経由でこのカナダの方経由で回って、帰りはヘルシンキ経由でこっち側から帰ってきましたので、世界一周をしたことになりますね。いやー、ロシアの上空が使えればもう少し早いんですけども、まあ、また帰りも14時間ということで、なかなかくたびれましたけども、非常にいい滞在ができました。またブログや動画等々で報告しているので、よかったらそちらを見てください。で、今日はですね、そんな中で、こちらのニュース紹介したいと思います。小泉進次郎議員、パフォーマンスと言われても構わない。福島の海でサーフィン堪能、処理水の安全性強調ということで、小泉進次郎議員が3日、インスタグラムを更新、福島の南相馬市の海岸でサーフィンを行った動画をアップし、パフォーマンスだと言われても構いません。ぜひ、全国のサーファーの皆さん、福島にサーファーしに来てください、と呼びかけた。ということでね、まあ、風評被害対策として、まあ、お水を飲んだりとか、魚食べたりということで、まあ、議員たち関係者もね、みんな力尽くしてるわけですけども、そんな中でですね、まあ、サーフィンの議員連盟の幹事長かな、この要職も務める小泉進次郎議員。小泉さん、横須賀の議員さんなんで、神奈川県の方なんで、海があるのかな。で、多分サーフィンもやられるんでしょうね。ということで、ご自身もサーフィンをやってちゃんとボードに立ち上がってる動画をですね、アップして、そしてサーフィンが終わった後はですね、水に濡れながら刺身を食べるということでね、ことをやりきったわけであります。まあ、これはね、もうあっぱれですね。うん。私は常日頃から小泉進次郎さんには非常に厳しい批判もしてまいりましたし、またセクシー発言とかね、やっぱこう迂闊なところもあって、国際的にマイナス評価を受けてしまったり、あるいはレジ袋の有料化とかですね、エビデンスがない政策を推し進めるというところではですね、まあ、かなり今はでも批判的であるんですけども、ただ今回のこの福島第一原発のこの処理水海洋放出、この安全性を強調するために、サーフィンをあえて選ぶというのは、これはね、私、小泉進次郎さんしかできないし、小泉進次郎さんが自分のキャラクターとか、世間からどう見えてるかということも含めて、非常によく考え抜かれた戦略だと思います。まあ、小泉進次郎さん本人がサーフィンやろうって思ったのか、あるいは周りの方がね、小泉さんサーフィンやったらどうですかと、提案したのかはわかりませんが、これも天才的な戦略だと思いますね。まあ、要はこれ、小泉さんは自分がこう、何かやったらいじられるということがわかってるわけですよ。やっぱりこのサーフィンも好意的な反応が多いですけども、またこいつこんなことやって、みたいな、相変わらずセクシー、小泉進次郎だみたいな、まあ、揶揄するような投稿も含めてね、すごいこう、まあ、やっぱ彼ら注目されてますから、非常に情報が拡散されるわけですね。そうした時にどういうことが今プラスになるのかっていうことを、今回は、まあ、いつもそうかは分かりませんけども、今回は少なくとも考えてられたし、そしてこれはヒットしてる、大ヒットしてると言ってもいいと思います。まあ、小泉進次郎にしか、自分にしかできない、これだけ注目を集めていて、ややもするとですね、色物というか二世議員三世議員ということでバカにされて、まあ、ちょっとちょいちょいいじられるからこそ、この場でサーフィンをしたらその情報がとんでもなく拡散されていくだろうということも、ね、見越した上で、あえてこのサーフィンをやるということはね、まあ、これはもう非常に私はね、いい発想だったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、福島の方々も率直にこれは嬉しいと思った方が多いんじゃないかと思います。で、先ほど引用したニュースはデイリースポーツの、ヤフーニュースなんですけども、最後にこんなコメントも入ってます。これには日本維新の会の音喜多議員も、この発想はなかったけど、風評被害を防ぐためにあらゆることをやるという点では評価、サーフィンできたかと、ちょっぴり悔しそうに、はてな、つぶやいていた、ということで、引用していただいてるんですけども、まあ、一本取られましたね。まあ、やっぱり私も同世代のね、彼についてはライバル意識を持って勝手にライバルだと、総理の座を次に争うね、ライバルだと思ってるんですけども、小泉さんと私、二つ違いかな。年齢近いんですね。小泉さんは上ですけども。まあ、今回はね、もうこれは兜を脱ぐというか、小泉進次郎さんにしかできない情報発信をされたんだな、というふうに思います。で、福島のこの処理水についてはですね、まあ、小泉さんもその、政務官でだいぶ遠く回られてたので、いろんな思いがあることは、ある一方でですね、前環境大臣が、もう海洋放出しかないという覚悟を決めて発言した時にですね、その後、環境大臣だった小泉さんが、あの発言はよろしくないって、ということで、なんか訂正をしてしまったっていう過去もあってですね、まあ、かなりその時に前環境大臣がなんとか処理水の海洋放出に鮮明をつけようと覚悟を持ってされた発言を消してしまう、またせっかくの発言を消してしまうということをね、やられたんで、それで小泉氏の何なんだよと、僕もう処理水の海洋放出を邪魔する気かみたいな、そういう批判もあったわけですね。多分今回のこのパフォーマンスサーフィンをやるということに思い立った、もう俺しかない、俺がやるしかないと思い立ったのは、そういうところの食材の意識というのもあったのかもしれません。で、その過去のですね、
まあ、いろんな政策の失敗であるとか、その処理水について、前環境大臣の、発言を打ち消してしまったこと、まあ、こうした方は当然批判されて叱るべきですが、まあ、人間誰しも失敗というのは必ずありますので、それを払拭するために、まあ、今回サーフィンをされて、刺身を食って、まあ、自分なんかできるのを全部やったと、もう笑われるの格好で、いじられるの格好で、やったということについては、まあ、私は今回は、非常に、あっぱれというか、一本取られたというか、よかったなというふうに、これはもう率直に評価をさせていただきたいと思います。私、日本維新の会もですね、今月中にですね、何か、党として正式なイベントをやって身を切る改革の原資が、まあ、ありますので、こうしたものを使ってですね、単に寄付をするだけではなくて、何かこの福島の海産物、水産物の安全性を、みんなで PR できるようなイベント、催し物ができないかということを今、党内でも議論して考えているところでありますので、小泉進次郎さんに負けないようにですね、しっかりと私も頑張って、この処理水の安全性、福島、東北の魚、そして水産物の安全性を PR していきたいと思いますので、よろしくご視聴ご弁達と、チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願い申し上げまして、今日の Vlog とさせていただきたいと思います。それではまた次回、さようなら。